週末映画情報シネマキン。週末映画情報シネマキング第153回目スタートいたします。案内役は映画ネタビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集員の川本明がお届けします。今回は3月1日金曜日、そして3月2日土曜日、合わせて10作品以上紹介していきます。まず最初に紹介するのは、先日行われたアカデミー賞で見事作品賞が3部門を受賞しましたグリーンブック、グリーンブックから紹介します。最初に紹介するのはグリーンブック。この作品第91回アカデミー賞作品賞助演男優賞、そして脚本賞の3冠を受賞しました超話題作です。人種差別が根強く残る1962年を舞台に、天才黒人ピアニストと彼の運転手として雇われたイタリア系用心棒という対照的な2人の男がグリーンブックを頼りに旅する姿を描いた感動作です。ビゴモーテンセンが用心棒トニー役を、そして助演男優賞を取ったマハーシャラ・アリが天才ピアニストのチャーリー役で共演しています。アカデミー賞3部門受賞の注目作です。グリーンブック、3月1日金曜日より東方シネマズ名古屋ベイシティ、ミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは移動都市モータルエンジン。この作品は世界で大ブームを巻き起こしたロード・オブ・ザ・リング、ホビット3部作で知られるピーター・ジャクソンが制作・脚本を務め、イギリス作家フィリップ・リーブのベストセラー SF ファンタジー小説移動都市を映画化したものです。物語の舞台となるのはたった60分で文明を荒廃させた最終戦争から数百年後の世界で、残された人類は地を這う移動型の都市で暮らすことを選択し、地上は都市同士が捕食し合う弱肉強食の世界という驚愕設定です。ピーター・ジャクソンが率いるベタ・デジタル技術による圧倒的な世界観、スケール感で展開するダイナミックな映像に釘付けとなることでしょう。これまでの SF ファンタジー映画とは一線を画したアドベンチャー超大作です。移動都市モータルエンジン、3月1日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは9月の恋と出会うまで。この作品は書店員が選んだもう一度読みたい文庫恋愛部門第1位に選ばれた松尾由美の同名小説を高橋一生、川口春奈のダブル主演で映画化したものです。不思議なマンションに引っ越してきたヒロインと小説家志望の隣人との運命的な出会いを描いてきます。9月の恋と出会うまで、3月1日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは映画ドラえもんのび太の月面探査機。この作品は映画ドラえもんシリーズ第39弾となります。直木賞作家の辻村美月が映画脚本に初挑戦し、壮大な SF 冒険ファンタジーを誕生させました。ゲスト声優として広瀬アリス、吉田鋼太郎、柳楽優弥、中岡壮一、ロッチ、高橋茂雄、サバンナが参加しています。映画ドラえもんのび太の月面探査機、3月1日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは君の結婚式。この作品は私の狼少年の国民的女優パクボヨンと、僕らの青春白書で演技力が注目を浴びたモデル出身のキム・ヨンガンが共演し、韓国で大ヒットを記録したラブストーリーです。初恋のもどかしくて愛おしい思いに胸キュンです。君の結婚式、3月1日金曜日よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのは宇宙戦艦ヤマト2202愛の戦士たち第7章新生編。この作品はヤマトファン待望の完全新作シリーズ宇宙戦艦ヤマト2202愛の戦士たちの最終章となる第7章です。ヤマトとガトランティスが最後の戦いを繰り広げ、愛の戦士たちの選択が宇宙の運命を決する最重要エピソードが展開していきます。宇宙戦艦ヤマト2202愛の戦士たち第7章新生編、3月1日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。
続いて紹介するのは天国でまた会おう。この作品はテリー・ギリアム、ティム・バートン、ジャン・ピエール・ジュネを彷彿させるようなめくるめく魔術のような映像と先の読めない展開で本国フランスで大ヒットを記録した作品です。第一次世界大戦後のフランスを舞台に2人の機関兵が企てた大胆な詐欺事件を描いたクライムドラマです。天国でまた会おう。3月1日金曜日よりセンチュリーシネマ東方シネマズ名古屋ベイシティ他で公開です。続いて紹介するのは岬の兄弟。この作品はポン・ジュの監督作品や山下信弘監督作品などで助監督を務めた片山晋三の初長編監督作となります。スキップシティ国際 D シネマ映画祭の国内コンペティション長編部門で優秀作品賞と観客賞を受賞。困窮する兄弟が犯罪に手を染める姿を描いた衝撃作です。岬の兄弟、3月1日金曜日よりイオンシネマ名古屋チェアにて公開です。続いて紹介するのはキングオブプリズムシャイニーセブースターズ1プロローグ雪の城大河。この作品はキングオブプリズムシリーズの最新作となるキングオブプリズムシャイニーセブンスターズで2019年春に第12話のテレビアニメとして放送予定です。テレビ放送に先駆けて3話ごとにまとめた全4章の劇場編集版が公開いたします。プリズムスターを目指す個性豊かな候補生たちが様々な試練に立ち向かっていきます。キングオブプリズムシャイニーセブンスターズ1プロローグ雪の城大河、3月2日土曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはディアハンター 4K デジタル修復版。この作品はアカデミー賞5部門を受賞しアメリカ国立フィルム登録簿に登録永久保存されているマイケル・チミノ監督の最高傑作でロバート・デ・ニーロ主演の感動大作です。制作から40年を経て 4K デジタル修復版で鮮やかによみがえりました。戦争がもたらす狂気と心の傷、そして男たちの生死をかけた友情をクリアな映像でお楽しみください。ディアハンター 4K デジタル修復版、3月2日土曜日より伏見ミリオン座他で公開です。続いて紹介するのは君がまた走り出す時。この作品は川口市が埼玉県と共催するスキップシティ国際 D シネマ映画祭の15周年記念オープニング作品です。川口市を舞台に世界6大マラソンを走破した川口市民ランナーの実話が導く再生ストーリーです。君がまた走り出す時、3月2日土曜日よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのはあなたはまだ帰ってこない。この作品は愛人ラマンなどで知られる作家マルグリット・デュラスが1985年に発表した自伝的小説苦悩を映画化したものです。1944年ナチス占領下のフランスを舞台に激動の愛のドラマが描かれてきます。あなたはまだ帰ってこない、3月2日土曜日よりメイン小劇場にて公開です。続いて紹介するのは地蔵とリビドー。この作品は滋賀県にある障害者施設山並工房を舞台にここに集うアーティストたちの創作スタイルや工房での彼らの日常を約1年間にわたり取材、知的障害や精神疾患を持つアーティストたちによる作品の魅力を掘り下げていくドキュメンタリー映画です。地蔵とリビドー、3月2日土曜日よりメイン小劇場にて公開です。続いて紹介するのは憲法を武器として恵庭事件知られざる50年目の真実。恵庭事件とは1962年12月北海道恵庭町自衛隊島松演習場近くで酪農を営む野崎牧場の兄弟が通信線を切断したことに始まる事件です。50年を経て当事者や資料取材を重ねたルポルタージュと膨大な公判記録を再構築した手に汗握る法廷ドラマが市民を名指しに進む会見や沖縄の基地問題の現状に鮮烈に重なる傑作ドキュメンタリー映画として公開します。憲法を武器として恵庭事件知られざる50年目の真実、3月2日土曜日より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのはノーザンソウル。この
作品は60年代末から70年代にかけ米国に憧れたイングランド北部のワーキングクラスのユースカルチャーとして派生した音楽ムーブメントノーザンソウルを描いた作品です。切なさと情熱が交錯するみずみずしいシーンを時代ファッション激レアなディスコグラフィーで描き出した音楽青春映画です。ノーザンソウル3月2日土曜より名古屋シネマテイクにて公開です。続いて紹介するのは40万分の1。この作品は初の映画出演初主演となる副島和樹、そしてヒロインを動物戦隊ジューウォージャーの立石遥香がそれぞれ演じる就活をテーマに現代の若者像をリアルに描いた青春映画です。40万分の1、3月2日土曜よりシネマスコーレにて公開です。はい、いかがでしたでしょうか。今回もいろんな作品を紹介してきました。3月1日には C2 3月号劇場で絶賛配布していきます。そしてアカデミー賞関連の作品グリーンブックを含めいろんな作品が絶賛公開中です。ぜひ劇場で見て、そして映画にしてみてください。それではさようなら。